どうも文人です。ですね、FX をね再開して、ちょっとね毎月のね結果を報告しなかったのでね、報告します。結果はマイナスでした。でもね、 FX のね個数というものがねだいぶつかめていたんでね、これはねかなりね、まあトータルで安定してね稼げるようになっていけるんじゃないかなと思いますね。ちょっとね、じゃあちょっと結果をねお見せしましょう。ね、まずはね、これね、3月の結果ですね。3月は、もう2990円プラスでした。でね、ちょっとね、4月はね、ちょっとしくっちゃってね、かなり数万円 ?4 月って何日までだっけ ?30 日までよね。これめんどくせえね、こうカメラ持ってキーボード入力するのは。4月がね、マイナス26,868円ということでね、ちょっとやっちまった感じですね。で、一応5月は、途中結果ですがね、5月って今月だよね。とりあえずは、5月は、なんとか、プラスになったけど、まだこれ2月の損は打ち消せないですね。2051円ということでね。ここまでの。までが、はい。というわけでね、大体ね、なんですかね、こう、自分の今のね、確立してるね、FX のやり方はね、まず、全体の方向性がね、上がってんのか下がってんのかっていうのを見極めてね、それで、そっちの方向に少しずつこう分散してね、いっぺんに、例えばね、こう、まあ、一つの例だとすると、1億円あると、1億円バーンっていっぺんに何か買ったり売ったりするんじゃなくて、例えば30本置きとかに、ちょっとずつ100円ずつこうやってね、こう買ってったりとか売ってったりとかして、それで、バランスを取っていくみたいなやり方をやってるんだけどね。これね、ちょっと流れがね、そう、こう上がってるのか下がってるのかが正しい時はね、これ意外と結構機能するんだけど、これがね、やっぱりこうずっと上がり続けるんじゃなくて、だんだんこうなってこういう風になるじゃないですか。こう、まあ流れ的にその流れをね、あれ上がってたと思ったのに下がっちゃった、いつの間にか下がってるよって気づいた時に数万円いっちゃってるってパターンが多かったんだけど、そこの切り替えをねだんだん見極められるようになってきたんでね、これはねかなりね、これはねちょっとね今年はね儲けるラジオ、FX ができるんじゃないかなと俺は期待してるぜ。俺に期待してるぜということでね、またね、定期的に結果をね報告して、で、もう安定して稼げるようになったら、その方法をね、少しずつね、みんなに教えちゃうかもしれないんで、ご期待ください。それでは。